早くネザーに行きたいんだけど、ダイヤピッケルがないと黒曜石を掘れない。でもダイヤはなかなか見つからない。そんな時は、実はダイヤがなくてもネザーゲートが作れる。溶岩に水流が触れると黒曜石になるから、その特性を使ってうまくネザーゲートの形にする。まずマグマだまりを探して4マスある辺を探す。なかったらボコボコを埋めて作っちゃおう。そしたら真ん中の片方にブロックを置いて、もう片方に水を置く。次に置いたブロックを壊した後に水の下の2マスを掘って溶岩を組んで入れる。そしたら陸地の方に6個のブロックをこんな形で置いていく。あとは置いたブロックの右上に水を置いた後、周りに溶岩を置いてネザーゲートの形を作る。最後に水を取って着火したら完成。